いやーもう3時間半ライブやってきて次の曲がなんと最後でございますこれは長いですね、だいぶ長いです。もう18公演回ってきまして今日ファイナルですか。ファイナルです。いや本当に今日は僕のために集まってくれてね、いやーやっぱみんなあったかいですね、やっぱハート強いね、ハート強い、ハートが強い、ハート強い俺に言ってんのぜ、ハート強い、ほんとここでちょっとね、小話するとですね、僕も10年ぐらい音楽やってるんですけど、まあそれはクラブでダンサーさんと一緒にイベント出たりですね、まあいろいろありましたけど、こう僕らライブ組はですね、こうダンサーさんの目の前にすると手を挙げろとか言えないんですよ。なんかこういやもうその常時かっけえからなんかわざわざ手を挙げさせるのもなんか申し訳ないなって感じなんですね。申し訳ない。だからなんかライブっていうのは一個にするためにこう手を挙げたり、まあクラブ業界で言ったらいいなと思ったら手を挙げたりするんですけど、なんか今日すげえいっぱいダンサーさんがいてね。そうですね。みんな動きかっこいいのになんかポカーンと見てんなと思って今どうしたのかなと思ってますけど、そうそう一緒一緒、音楽です、まあ、先生に怒られるんでそんなんやってたら、お前ら音楽好きなのかとか言って、お前とか言ってえ、先生が言う、怖い怖い、そう今日はお子さん相手なのでちゃんと言葉を選びなさいって言われたんですけど普段ステージ上からですね、死ねとかよく言ってですよ、毛布に苦情が入るようなアーティストなんですよ僕ら。なんですけど今日は似合わない白い T シャツを着てですよ、媚びを売りまくっておりますね。はい、もうこのために俺ら東京ブレーメンっていうクルー組んだんじゃねえかって思うんですね。あ、それは間違いないですね、本当にそうです。なんか東京入れとけばなんか話組んじゃねえかっていう思ってやってたら本当に来たって話なんですけど、東京ですか。まあそんな話はいいかな、いいな。いやもう DJ タイムで踊るように言われてんでしょだからあれだよ、 DJ タイムだと思ってください。みんなの、空間なんでね、せっかく楽しいダンスやった後にこんなんでも踊んねんで、すごい。ちょっとお前、あ、これやばくないこの動きじゃこれガチなんですこいつ。さっき上で多分ゲストダンサーさんがね、こうそれぞれの定位置でね、それ恥ずかしいわ本当に。それその椅子に座ってんですよ。でなんかビートを流しながらなんかこうちょっとこうほんまなんかちょっとビート合わせみたいな、それぞれが後ろ向いたりしながらやってる。超かっこいいですよ。そのバラバラ向きながらみんな動き合ってるの、なんか PV みたいと思ってかっこいいですね。ちょっとやりやって言ってやったやつ病気だよこれ。病気ってなんだこれは。ちょっと賭けに出たんですよ。この動きって本当にダンサーさんからすると喧嘩売ってんのって思うでしょ。真面目です。でもこれガチなんですよ。ガチです。だから許してください。ガチなんですよ決してバカにしてないです。本気なんですね、これ。本気なんですよね。本気なんです。本気なんですよ、はい、そろそろ飽きてきたかああもうそうだな、飽きてきたな、ちょっとな。じゃあ先ほど紹介にあった、今僕 JQ というアーティストでまた新たなスタートを切りましてですね、9月、ちょっと発売忘れちゃったんですけど東京ね、この後にアルファベットで JQ で YouTube で検索すればこんなん出てきますんで、で今から歌うやつが出てきますんで、よかったら学校行くときに見ながら、そんな危険だもんね、まあ、そんなんやめた方がいいじゃん。そんなんよかった、教室で見てくださいね。じゃあ先生にバレないようによろしければね、いいですか。それでこんな感じでいいですか。いいです、いいです。こんな感じでいいですか。大丈夫ですかね、主催者の方。大丈夫ですか。こんな感じでいいですか、はい、ということで、じゃあ、ここ東京で、yeah. 東京ダンスシアターで、yeah. 東京ファンタスティック
なんかサポートによりイエー東京ブレーメンからイエー JQ がイエーいや笑うとこじゃない東京を歌います。聞いてください。東京、はい